さあ美術の勉強を始めていきましょう。今日勉強する内容はこちら、いよいよデザインを考えていきます。そして評価はこちらですね。今日勉強する内容はこちら、日本の美意識、生きとは何か、これを理解せよということですね。それでは解説していきましょう。今日の課題はこちら、生きとは何ぞ。日本の美意識といえば1年生の時に大胆な構図と間、これについては教えました。今回はさらに生きという感覚を勉強するんですね。手始めにチャット GPT に生きって何なの聞いてみました。そうするとこういう答えが返ってきましたよ。生きとは洗練されたかっこいい、美しい、センスがいい、おしゃれであるなどの感覚を表す言葉です。日本独特の美意識であり、和風の美しさや洒落た感じを表現するのに用いられます。例えば着物や和装には粋なデザインがあります。また落ち着いた色調やシンプルなデザインの家具や生活用品も粋と言えます。さらに言葉遣いや振る舞いにおいても粋な言葉遣い、粋な振る舞いなどと表現されます。粋は派手さやカビさではなく、上品さや絶妙なバランスを持つ美しさを表現する言葉です。中学生でも自分が何かを見たり感じたりするときに、その物事が上品で美しく洗練された印象を受けるかどうかを考えることで、粋という感覚を理解することができるでしょう。ということなんですが、まあ要するにこれってかっこいいってことなんでしょうね。まあちょっとざっくりしすぎな気もしますが、まとめてみると、粋とは何かといえばかっこいいこと、そして昆虫。え、昆虫どこからその言葉出てきたんですかって思ってる人、まあちょっと一旦落ち着きましょう。例えば皆さん、この作品見てほしいんですよ。これってなんだかわかります？刀の鐔ですね。ここに描かれているのはトンボです。そしてこちらはカブトムシ。皆さんいかがですか？虫が好きな方、苦手な方いらっしゃるとは思うんですが、これはこれでかっこいいような気がしませんか？実は昆虫が美術作品になるのは日本特有なんですよ。西洋の作品だと人がモチーフになっていたり、それから建物がモチーフになっていたり、あるいは神話の世界が描かれることが結構多いんですよ。その一方で日本はその辺の草花とか昆虫が描かれることが多いんですよね。それ以外にも鳥や魚が出てくるのも特徴です。あるいは文字が使われることもあります。この着物なかなか粋じゃないですか。このように日本人は西洋的には決して華やかとはされないものに目を向けてきたんですよね。そしてそこからかっこよさや美しさを引き出してきたんですよ。これが日本の美意識、これぞ粋なんですよ皆さん。さあこれで皆さんには日本の美意識、大胆な構図と間、そして粋について教えました。使えそうな場面があったら使ってみてください。ついでに間と大胆な構図に関する資料も出しておきましょう。これらの資料で皆さん思い出せるんじゃないですか。さあ今日の授業まとめてみましょうか。日本の美術作品には西洋ではあまり見られない昆虫とか、それから鳥や魚が出てきます。そしてその辺に咲いている小さな草花にも目を向けてきたんです。さらには文字までデザインに使ってきたんですね。西洋的には決して華やかではないものに日本人は目を向けてきました。そしてそこからかっこよさや美しさを美術作品を通して引き出してきたんですよ。この粋という感覚、皆さんどこか使えるところがあったらぜひ使ってみてください。さあ今日のアイデアスケッチ、前の時間にこれ書きましたよね。この裏にアイデアスケッチを書いていきましょう。この時にさらに考えたことがあったり工夫したことがあったりしたら、それもこちらに追加しておいてください。デザインを考える時にはこちらの図案集、ご自由に使ってもらって結構ですよ。それとデザインはね、ここだけじゃないんですよ。例えば持ち手の部分もデザインできますよね。それから側面もできます。そして正面だってデザインすることできるんですよ。このように手鏡は立体物なんですから、それを意識してデザインをするときっと満足のいくデザインができるんじゃないかと思います。
最後に評価のポイントについてお話をしておきます。私が評価をするポイントは目的に合った工夫ができているか、そこを見ますので、皆さんそれも知っておいてください。さあ、デザインが完成するといよいよ彫刻刀の使い方を勉強します。掘っていきますよ。評価はこちらですね。ということで皆さん頑張ってください。素敵なデザイン、そして何よりもあなたが満足できるデザインをぜひ考えてくださいね。